ちょっと簡単にしたものっていうのが、自分なりに解説できたらなと思ってます。まずですね、僕がちょっとやり方を変えたというのが、置けるときは、もうここに屋根を置いちゃっていいんですけど、僕はまだ始めたばっかで全然慣れてないので、ここに床を先に置いちゃってから階段を置いちゃうので、でもそれでも結構できたりするので、試してみてください。で、あと、僕はキーボードマウスでやってるので、コントローラーは全然できないんですが、コントローラーでやるときも、視点を重視して、この編集、僕の場合は、コントローラーでは、まず床を、こう、奥側に引いてから屋根をこう、見ます、やるって感じなので、そっちの方が、僕的にはやりやすかったので、ぜひ試してみてはいかがでしょうか。というわけで、本日は、すごく短い動画ですが、最後まで見てくれてありがとうございました。よければまた次回の動画もよろしくお願いします。